男子中学生全員丸,丸坊主とう教育委員会でバカばって今の現状は私知らないんですけど実は中学校の段階で全員男は丸坊主じゃなきゃいけないというとんでもない件が昔ありましたえと私が若い頃は愛知県はですね確かほぼ全県で「男子中学生」 全員丸丸坊主という <laughs> 異常な状態でしたね私が育った長野県では中学校で全員丸坊主でなきゃいけないなんて聞いたこともなかったしもちろん高校でもそんなのは聞いたことなかった野球部だけが特殊でしたからびっくりしたんですけど愛知ではなんと全員丸坊主と教育委員会ってバカばっかりかとびっくりしましたねそんなことあり得るのかとさすがにあの調べていただくと。1990年代には愛知県も 男子中学生公立中学全員丸坊主というのをやめたみたいですね丸坊主拘束やめたようです良かったですね愛知県もあの常識がようやく通用したのが1990年代愛知県の皆さんごめんなさいねこれあくまで教育委員会だけの話ですからあるいはあ教員だけの話ですから教員がみんな頭おかしかったですかねはい。まあそれはもちろんまともな人もいたんでしょうけど理不尽な愛知県うん教育委員会の方針に逆らえない そういう弱ち教員ばっかりだったんでしょうね。調べていただくと、2018年にまだ岩手県では3校ほど公立中学男子全員丸坊主っていうのは残ってたみたいですけど、2018年に、えー、全校なくなったということです。びっくりしますね、これも。はい。さてあの人の髪の毛をですね、勝手にちょきっと切ったらどうなるかというと、これ障害罪ですね。 じゃあ勝手にチョキッと切ると障害罪で高速で強制すると何ともないのかっておかしな話でしたよねはい。まあ、その犯罪になるかどうかは別としていくら頭おかしいってっても教育委員会教員学校長男子生徒丸坊主どんな合理性を考えたんでしょうかねこんなものを許してきた例えば愛知県のマスコミね大丈夫ですかとまともな人権感覚はあるんですかと言いたいですね何の合理性もない そんんな中ででもちろん理屈はつけたでしょうね例えば不良に男子中学生はすぐ悪さをするとだから坊主に丸坊主を強制してうまく統制しないと、まあ、悪いやつばっかりになっちゃうと,というようなことを考えたんでしょうかよく分かりませんね。個人の尊厳を一とをく害するような髪型の強制ですよね。 議論の余地は全然ないんですけど当時の教育委員会の中心メンバーに反論を聞,聞いてみたいですねこれただの僕からしたらただのアホですねこれそんなことがありましたそれを思い出します今でも理不尽な拘束、うん、特に中学校、公立中学校レベルで理不尽な拘束はたくさん残っているとは思いますがこれだけ大掛かりでアホな拘束はなかなか、 これままででもなななかかかったんじゃないいいししょうかねかなり珍しいと思いますよ私が何でこんなことを言うかっていうとですね中学校っていうのはその年になれば強制的に生かされるんでですすね事実上ですよ家でブラブラしてるとですね「いやいや学校行ってこい」と言われるとこれ事実上強制されるでしょ強制的に生かされる生かされるその公立中学校でこんな理不尽な校則があったらあまりにもかわいそうじゃないかといやいや髪の毛なんか,か切られたってどうってことないよ で言うんだったら髪の毛を切ったら勝手に切ったら障害罪というそっちをやめろって言わなきゃいけませんよね人の自由をねあの奪い取るってことがどんだけ理不尽なことかっていうことはやっぱり考えた方がいいと思います中国でね政治的な意見を言ったらあっという間に 捕まって強制施設に入れられてしまうというあの恐ろしいね状態に対して日本のいわゆる人権団体が一言も発し,しないほとんど文句も言わない国内のどうでもいいようなことばっかり文句言うとそういう人たちがたくさんいますけど日弁連にもいますけどねやっぱりままとともな人権感覚を持っていいいたただきたいといううに思いますねチャンネル登録高評価していただけると励みになります。